はい、皆さんこんにちは。韓国の政府がアメリカが言っていることさえ無視しながら日本とのジーソミアを破棄した件については、これからも考えを変えることはないと発表しました。私の考えでは再びジーソミアを結ぶことはないと思います。なぜならこのグラフを見てください。日本とのジーソミア破棄、8割の人がうまくやったことだと答えたんですね。はい、今日はですね、母国語である韓国語でこの内容を説明するのも難しいので、事前にメモしておいた内容を見ながらご説明いたします。今日話したい内容はこれです。最近韓国では面白い現象があるんですけれども、まるで親日ように見える韓国人が増えたということですね。日本が輸出規制をしているのは韓国が悪いからだし、日本にこれ以上過去の歴史の問題で喧嘩をかけるな、ジーソミア破棄は絶対ダメだ、このように主張している人たちは主に2種類です。まず1つ、かなりご年配の方々です。ご年配の方々から見たらですね、以前の大統領であるパク・クネさん、パク・クネさんはほぼ神様のレベルです。貧しかった韓国をこれほど発展してくれたのはパク・クネ大統領のお父さんのパク・ジョンイ大統領の業績だったし、あの方の娘さんのパク・クネ大統領はお父さんのように立派な大統領になって、もう一度韓国の経済を発展してくださるはずだとご年配の方々は信じているんです。なのに、うんうん、お前がパク・クネ様を弾劾させたと70代以上のご年配の方々は文言に反対をするため、彼の全ての政策を反対している人たちです。日本が好きとか韓国政府の政策が嫌いじゃなくて、文言がやろうとしていることに対してですね、無条件本能的に反対をしているのです。もちろん私のように文言の政策が嫌いだから反対したりデモ現場に行く人たちもいるんですけれども、正直ほとんどはくねくねのファンクラブですね。なのでデモ現場にご年配の方々が多いということです。もう一つの種類の人たちはですね、ただの飽きです。まあ中学生とか高校生、面白いんじゃないですか。インターネットという盾の裏に隠れて、自分はまるで偉大な戦士のようにキーボードで喧嘩する。今の時代はネット時代ですね。韓国人がネットで書いた文章がそのまま日本に行ったりするんですけれども、そのネットのコメントだけ見て韓国人の考えを判断することはちょっと難しいですね。ほとんどの韓国人です。投票結果が 79% だったんでしょ。反対する一番の理由はあんまり必要性を感じられないっていうことです。このジーソミアは逆に韓国の方から日本にお願いすべきじゃないですか。韓国は今は北朝鮮と休戦中ですけれども、北朝鮮と戦争する確率が一番高いなのは日本じゃなくて韓国です。ジーソミアを反対している韓国人の意見をちょっと読んでみたいと思っています。日本には北朝鮮に対する情報が必要だと思うけど、私たちは十分アメリカと情報共有をしているので、特に日本とジーソミアをやって得ることあるの？日本と軍事的な情報共有をして得ることよりには日本に情報が流れてしまうのがもっと心配だね。つまりですね、私がこの人たちの考えをちょっと予測してみたら、日本の国民は親切、日本の観光客はマナーがいいけれども、日本という国家は信頼できない。日本が過去私たちにやったことに対して我らは日本に対して当然な謝罪を要求した。しかし日本は逆に経済報復で答えた。もちろんジーソミアを反対した
79% の韓国人みんながこのように思っているとは言えないんです。しかしですね、確かに多くの韓国人たちは一方的に日本から経済報復をやられたと思っているんです。反対しているもう一つの理由はですね、ジーソミアは北朝鮮を牽制するため日本と韓国との軍事的な情報交流をしようとしている内容だけど、韓国人は果たして北朝鮮のことをどう思っているんでしょうか。ジーソミアを賛成している人たちは主に戦争を直接経験した世代たちとか、それとも戦争直後生まれて北朝鮮との戦争がどれぐらい大きいダメージだったのかをちゃんと把握している人たち、分かっている人たちです。つまり60代以上の方々です。しかしですね、私が小学生の頃にはできるだけ北朝鮮といい関係を維持しながらいつかは統一すべきだと教えてもらったんです。学校でこのような歌も習いました。あ、あんにょん、はしみっか。ふりえそわぬんとげ、くめどそわぬんとげ、いじょうそんたへそとげ、とぎぬりるざ。韓国人はですね、いつか北朝鮮と統一をするかもしれないと常に思っているんです。しかもモモもしょっちゅうこういうことを言うんじゃないですか。はは、맞습니다。북한은우리의민족입니다。북한과우리는반드시통일해서더욱더강한나라를만들어야합니다。はは、맞습니다。これが原因です。同じ民族、日本とのジーソミア、それはやっぱ北朝鮮を牽制するためですけれども、北朝鮮のことを牽制するほど危ない国だとは思っていない若者がめっちゃ多いのが問題です。あー、ストレス、発音おかしかった、仕方ない、外国人だから。ちなみにですね、ムンムンが大統領になってからは週に1回もミサイルを撃つんです。皆さん考えてみてくださいね。週にですね、2回も北朝鮮がミサイルを撃つんです。シューシュー。しかもこれは何十年前からあったことです。北朝鮮がミサイルを発射したら海外ではかなり騒ぎますね。けれども逆に韓国ではめっちゃ静かです。平気に学校行くし、平気に会社行くし、本当に平気に過ごしているんです。まるでですね、日本で地震があったら海外でもっと騒ぐんですよね。けれどももちろん日本の方々も地震は怖がっているんですけれども、かなり慣れているように見えます。なんと言えばいいかな、今日も巨大なクラッカーを鳴らしているんだなぁと。はい、今からですね、このジーソミア破棄について日本の方々から質問された内容についてお答えいたします。じゃあなぜ韓国人は最初からジーソミアに反対しなかったの。いや、知らなかったんです。日本と軍事的な情報を共有しているとは知らなかったんですし、今回日本の輸出規制に対抗するためムンムンのカードがジーソミア破棄だったんですね。その時初めて韓国の国民たちは、は？日本と軍事的な情報交流？今までそういうことをやってきたの？おいムンムン、お前答えろ！はは、그렇습니다。ジーソミアは제가한것이아니라이전정부박근혜상이한것입니다。はは、그렇습니다。多分最初から国民たちに、はは、그렇습니다。지금부터일본과ジーソミア협정맺겠습니다。はは、그렇습니다。と言ったら、かなり反対の意見が多かったと
思いますね。まあ確かにこのような質問もたくさんあったんですね。モンモンの立場から見たら、アメリカがモンモンを弾劾することはできないんです。本当にアメリカが頭に来ちゃって、韓国を占領する前まではアメリカがモンモンを弾劾することはできないんです。しかしですね、韓国の国民たちはですね、頭に来ちゃったら半年間デモをして大統領を弾劾させたことがありますね。なのでモンモンの立場から見たら、アメリカの激おこも怖いけれども、国民の激おこがさらに怖いんじゃないかなと思いますね。あー、ストレス、これから本当にどうなるかなと心配ですね。本当にいろんな面でいろんな心配、あーストレス。実は日本より韓国がもっとジーソミアが必要じゃないんですか。なのになんでそれを日本に対抗するためのカードに使うのか。本当に支持率のためだったら何でもやるんですね。はい、今日もご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。ぴょん。ジーソミアについてはこの動画をおすすめいたします。もしよろしければ上をクリックしてください。ご視聴ありがとうございました。